はい、三滝マス釣り場ということで、ね、釣り堀みたいになってますね。イワナマスの炭火焼きということで焼いてますね。煮干し、ジュースも冷えてる。はい、どうぞ。ああ、ニジマスとイワナ。はい、そうですよ。ニジマスとイワナ。これがイワナの方ですね。こちらはニジマスなんです。はい、ああ、じゃあニジマス1本ください。はい。はい。はい。暑いから。はい。はい、ありがとうございます。はい、ニジマスを買いました。すごいな。はい。いただきます。はい、ニジマスを買いました。食べながらね、歩いて大丈夫ってことなんで、いただきます。うん。あ、おいしい。おいしい。とか香りすごいいいですね。はい、身が。すごい美味しい、これ新鮮な魚だ。これはいいわ。いや、500円でね、ちょっと高いかなってね思っちゃったんですけど、これ食べたらね値段は納得しますね。うん。ただ片手にカメラ持ちながらだとくるくる回っちゃうんで、重いとこが下になっちゃうんでね、食べに行く。うん。ね、この口のところから尻尾にこうね、棒が貫いてるんで、うまいことこう落っこちないように考えられてるんですね。はい、美味しいです。なんか5月だというのに紅葉してる感じですね。綺麗だ、真っ赤。ここもなんかお食事どころなんですかね。なんて書いてあるんだ。エニシネオリアンっていうのかな。エンオンオリアン。わかりません。これもなんか渋い食堂がありますね。根っこ食堂。ラーメンとかうどんとかそばとか肝皮とかもありますね。今や馬車かごで乗ってお越しの方はここに止めてください。馬車で来る人いるんだ。ちょっと寄ってきますかね。お一人様ですか。はい、好きな席どうぞ。座敷ですか。はい、どうぞ。ラーメンお願いします。あ、はい。はい、ちょっと川が見下ろせる窓側の席にしました。はい、醤油ラーメンお待ちどおりさまです。はい、熱いのでお気をつけてください。はい、ご注文以上でよろしいですか。はい、はい、おいただきます。はい、美味しそうなラーメンです。あ、麺ツヤツヤですね。はい、具にはメンマとほうれん草、そしてチャーシュー、なるとネギですかね。入ってます。醤油の味がね、多少マイルドで野菜の甘みが出てるようなね、そんなスープです。
昔ながらのラーメンって感じですね。麺はね、角断面の中太のストレート麺って感じですね。結構歯ごたえがしっかりしてます。麺も。で、ほうれん草。いけなると。チャーシュー、チャーシューはね、なんか塊の端っこの方って感じで、ここはかなり美味しいかな。しっかりと身の引き締まった歯ごたえのあるチャーシューですね。肉食ってるって感じがすごいします。冷ました。美味しかった。テーブルはね、こう一枚板のテーブルになってますね。あっちなんかすごい大きいですよ、テーブルが。で、土台も丸太みたいな感じ。いいですね。はい、1階がね、木材をいろいろ販売しているような感じですね。でも林業かな、なんかやってらっしゃる感じなんですかね。製作直売って書いてありますけど。加工工場、第二加工場がにあると。欅のちゃぶ台を作ってくれるそうです。いいね。結構ごちゃごちゃといっぱい立派な木が置いてありますね。はい、いいな、こういう大きなテーブル、家に1個ぐらいね、広いお家なら置いてみたいですけど、素晴らしい。はい、根っこ食堂さんで、ラーメン600円いただいてきました。醤油の味はね、まあ濃すぎずマイルドな感じでね、野菜の甘みが出たような甘いスープ、角断面のね、中太の歯ごたえのある麺で、なかなか美味しかったです。木工業かやってらっしゃるとこみたいで、ね、1階はすごい木のね、まあ、テーブルの材料とかいっぱい置いてありましたし、まあ、2階のね、テーブルなんかも1枚板が使われてたりしてね、まあ、その辺はね、すごい立派な作りになってるなと思いました。まあ、ただね、まあ、外装を見ると結構、まあ、昭和っぽい雰囲気ね、すごいあるんですけど、まあ、内装はまあ改装されてて、それでもね、あの 木のぬくもりを生かしたような作りになってるんで、懐かしい雰囲気もありつつ、そしてね、綺麗でね、まあ、安心して食事ができるようなところかなと思いました。はい、根っこ食堂でした。黒山三滝ね、結構思った以上に楽しめる場所なのでね、滝もいいですし、食事もいいですしね、ぜひ皆さん来てみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。コッシーでした。雪印アイスクリームリーベンデール、結構錆びてますね。もう使ってないんだと思います。この動画が良いと思った方はコメント、チャンネル登録、高評価お願いします。ありがとうございました。昭和スポット研究所、コッシーでした。